ルパピコフィーバー。エモイナの泉。始まりました、エモイナの泉、司会の青葉もかです。イエーイ。何なのこれ。この番組では皆さんが体験したエモい話を披露していただきます。エモい話。さあ、トップバッターは。はい、これは羽沢コーヒー店で起きた話なんですけど、羽沢つぐみさんのエモいな。じー、どうしたのモカラン、一口もらっていい？いいよ。あ、何？あん、やめてよ、恥ずかしい。エモいエモいエモい。私の話。92エモいです。続いては宇田川智恵さんのエモいな。うまかったな、ニンニクマシ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 。どうした、元気ないな。いや、よくそんなラーメンばっかり食べられるね。いや、だったか。違う。いやとは言ってないでしょ。エモいエモいエモい。だから私の話はいいって。98エモいです。続いては上原ひまりさんのエモいな。いくよラン。それちょ、マリ。それ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 。最後はモカちゃんの番です。もはや話ですらない。エモい。ちょっとさっきから私の話ばっかり。みんなランのことが大好きなんだよ。私だってみんなのこと。ということで、エモい話を披露してくれた皆さんには山吹ベーカリーのメロンパンをプレゼント。また来週。結局何だったの。